米粉パンの一例米粉が原料の山形食パン米粉パンとは小麦粉などの麦類ではなく米粉を利用して製造されたパンのことである米粉だけのものと小麦粉などに米粉を混ぜたものがあるパンは小麦粉を使って製造されることが多いが2008年に見られた穀物価格の高騰などにより 従来の小麦粉を用いたパンでは製造コストがかさむ形となった。また、日本国外から輸入される小麦の消費に相対するように、日本国内で収穫された米は消費が低迷、事実上供給過剰な状況が続いている。そのため、直接の受益者である日本の米農家や、その共同体である JA 農業、共同組合などから、小麦の消費圧縮。 米の消費拡大策が求められている。日本では米余りの解消などのため2009年に米国の新用途への利用の促進に関する法律が施行された。米粉パンの多くは小麦粉を主体に米粉を加えて作られているが、これを米粉のみで製造できるようになれば、小麦アレルギーの人でも食べられるパンとなる可能性があるとの考えから、 これまで小麦の成分を含まない米粉パンの製造が研究されてきた。また、グルテンはセリアック病や非セリアックグルテン過敏症による胃腸障害、精神障害の原因となるため、近年グルテンフリー食品の有効性が見直されている。グルテンを含まない米粉のみの製パンは従来不可能とされていたが、2001年に 山形大学工学部の研究グループが、プラスチック発泡成形の考え方を応用し、初めて米粉100%による製パンに成功した。一般の米粉にアルファ化した米粉を適量添加し、生地粘土を調整することで、米粉100%による製パンが可能であることを発表した。当時、食品分野ではない工学部の研究者がこれを実現したことで話題になった。 この記事の年度調整により製パンを可能にするという発想は現在市販されている米粉パンに共通するコンセプトと言える。昨今の米の需要増加を目指す国の方針に従い、日本ではここ数年米粉ブームが再燃している上、欧米ではダイエット目的でのグルテンフリーのブームの広がっており、2008年にはローソンが米粉100%のパンを 初の全国展開するなど、米粉100%の製パンが注目されている。2017年1月には同様の米粉のみを使った、パンの製造に関する研究論文は、広島大学大学院総合科学研究科の、ビレヌーブ・マスミビ淳教授らの研究グループからも、発表されている。近年になって、米粉パンを作れるホームベーカリーも販売されているが、グルテンを添加した。 ホームベーカリー用米粉を置く店舗が少なく入手も困難な上価格も小麦粉より割高だったため一般家庭ではあまり米粉パンは作られていなかった。しかし2010年に世界初を歌って山陽電機から通常の粒状の白米からパンを作ることができる5パンが発表されると多機種に数倍する高価格にもかかわらず予約が 殺到して発売日が延期される大ヒット商品となり、普及の兆しを見せている。小麦グルテンの代わりに上シンクを使えば、小麦は全く含まない、小麦フリーのパンを焼くことが可能になる。2010年に、食品総合研究所が、米粉だけで作ったパン生地一斤分にグルタチオンを約 0.75g 加えて5から6時間置き、他は、 通常通りの手順でパンを焼く方法を開発した。グルタチオンを使用すると食塩も不要だという。ただし、グルタチオンは日本薬局型に収載された医薬品であり、その用途以外の販売は薬事法により規制されている。米粉パンの老化を抑制するために芋類の粉末を混合する研究が行われ、サツマイモ粉末中の耐熱性のベータ、アミラーゼにより、 米添粉が分解され丸通す小児添粉の再結晶を阻害する作用により粉パンの老化が抑制される。従って焼き上がりから数日を経たパンの食味が改善される。学校給食への導入が進んだり、民間レベルでも米粉パンを販売する業者が増えるなどしている。中国四国地域においては、 2004年に152校だった給食への米粉パンの導入校が2006年には426校と2倍以上になっているというデータもある。ありがとうございます。